私のお腹の赤ちゃんの話を。でも生まれてくる赤ちゃんは悪くないし、幸せにしてあげたいの。エミリアタン、赤ちゃんは鳥が運んできたりキャベツ畑で収穫したりしないよ。でも男の人と女の人がチューしたら赤ちゃんができるんでしょ。恨むぜパッカー。